スコールズプレミアの選手でレアルでスタメンになれる選手はおそらくブライネのみだ。残りの選手はベンチになるだろう。イングランド人なのに贔屓せず正論言いすぎて嫌われてる人。事実やしなレアルに行けなかった選手の集まりが下請けプレミアリーグやし。さすがに舐めすぎでっさ。ケインはいけるんちゃう。ベンゼマに勝てるわけないでいき。忘れられる風見ろ。やめたれよ。魚らバルベルで、アセンシオあたりに勝てそうな感じがするけどね。余裕やろ。バルベルデが右サイドバック兼ウイングだからこれ以上の責任者おらんわ。バルベルデ舐めすぎやろ。坂とかチンタラコネコネしてるだけやからな。バルベルデはスピードが違う。バルベルデと坂比べるとかまどか。スコールズさん、ハーランド忘れてませんかね。確かにビニシウスより明確に上と呼べるウィンガーもいないし、ベンザマと同じくらい決定力を持ちながらチャンスメイクもできる。 FW なんてレバンドフスキくらいだし、中盤は言わずもがなだし、サイドバックくらいやな可能性ありそうなのはケインのがベンゼマより上やろ。あのクソチームで活躍とかどんだけ難しいと思ってんだよ。ミニスブリースかウォーカーならいけるんじゃね。それ以外は無理でしょ。もしよければチャンネル登録お願いします。